はいどうも、のりさんです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日もワンコーラスレッスン一緒に勉強してまいりましょう。本日の楽曲は浅田敦子さんの米原の雪というね楽曲を勉強していきたいと思います。米原っていうのはね、ちょうど日本列島の真ん中ら辺にある、琵琶湖のちょいと右にね、あるような、地理的にはね、場所ですけれども、近くにはね百名山の伊吹山というのがあったり、あとはバイカモっていうのでね有名だったりしますけれども、教育評論家のね、小木ママで有名なね小木先生も米原の出身です、確かね。そんな米原を舞台にした楽曲、こちらをね、やっていきたいと思います。はい、それでは早速ね区切って見ていきましょう。あなたに会いたい、それだけなのに。あなたに会いたい、それだけなのに。はい、歌い出しは落ち着いて語りで入ります。語りということは語尾はちょっと短めと思ってください。あなたに、ね、短めです。あなたにとね、横棒を正直に伸ばさずに、あなたに会い、この会いたいのあはね色っぽく歌いましょうね。会いたじゃなくて、会いた、たはね少し溜めます。溜めて、たい、たからいにかけて滑らかに降りてきます。会いたい、あなたに会いたい、こんな感じですね。そして息継ぎをして、それだけ、ここの横棒はねもう隙間と思ってね区切りましょう。それだけなのに、滑らかに歌います。なのに、2のね語尾は短くではなくってね、ゆったりと揺らしながら伸ばします。さあ行きましょう。あなたにから、3、はい、あなたに会いたい、それだけなのに。はい、いけましたか。その次いきます。窓に降りつく白い影。窓に降りつく白い影。はい、この辺りねちょっと低い音が出てきて、男性の私にはねちょっと低いところがね、汚い声になってしまうんでね、ちょっとお聞き苦しいのは申し訳ないんですけどね、ちょっとしばらく辛抱してください。窓に、歌い始めのまあまあね、ちょっとしゃくるような感じでね、まあってね、まっすぐじゃなくてまあまあ、だらんっていう感じですね。窓に降りつくつく、ちょっと弾むように歌いましょう。で息継ぎして、白、これも下からちょっとしゃくり気味ですね。白じゃなくて白、これもふわっと浮かして、白い影。はい、こんな感じですね。では行きましょう。窓にから三、はい。窓に降りつく白い影。はい、行けましたか。その次行きますね。託すしかないレールの上で。託すしかないレールの上で。はい、託す、ここもね語りで入ります。ですので託す
で語尾は短めです。たくすーとね、一本調子伸ばさずに、たくすーしかない、しかないのところもね、しかないと一本調子なリズムではなくて、しかない、しか、ここでね一旦止まるような感じですね。たくすーしかない、こんな感じですね。で息継ぎして、レールのの、でここは柔らかく上がりますね。硬くならないようにね。レールの上で、上でもね滑らかに、上でとね硬くならない、上でね、しっとり感をね失わないように気をつけてください。さあそれではたくすからいきましょう。3はい、たくすしかない、レールの上で、はい、じゃあその次いきます。暗い予感はどうして当たるね、当たってしまうのとね、暗い予感はどうして当たる、はいね、盛り上げていくとこですね。最初の暗い、これはまあ語り気味でいいかなと思います。ですので暗いのいいはね、そんな伸ばさなくていいです。暗いで、予感は、ね、だんだん大きくしていきますが、上がっていく、わー、はーと書いてあるところですね。ここは、盛り上げのね、ピーク、山をちょっと後に持ってくる感じですね。予感は、ね、しっかり伸ばしながら、ピークを後にです。これいきなり山をね、最初に予感はっていくとね、ちょっとなんかこう拙い感じのね歌い方になっちゃうんで、予感は後半にねピークを持ってきます。そして、息継ぎをしてしっかりと、どうして当たる、どうして当たる、当たるのあはね、はっきりと言い直しましょう。どうしてあた、ね、これを、どうしてあとね、てとあがちょっとなんかこう、続けざまではなくて、どうしてあたる、てああはね、言い直しましょう。どうしてあたる、ここはね長いこと伸ばすんですが、伸ばし後半でね揺らします。でどれぐらい伸ばすかってことなんですが、ね、譜面でいくと4拍足す3拍合わせて7拍ですね。7つカウント、どうして当たる、2、3、4、5、6、7までね伸ばすんですが、まあ、ちょっとねしんどければ6までは頑張りましょう。最低限ね、まあ、できたら7まで伸ばすと、どうして当たる、こんな感じですね。さあ行きましょう。暗いから、3はい、暗い予感はどうして当たる、いけましたか？ちょっと大事そうなとこなんでもう一回いきましょうか。暗い、3、はい、暗い予感はどうして当たる、いけましたか？じゃあその次いきましょう。
降りやんで、積もらないで、願っても、ああ、祈っても、ね。降りやんで、積もらないで、願っても、ああ、祈っても。はい。降りやんで、ね、しっかり目でね、入ります。降りやんで、で、積もらないで、ね、切々と、お願いとね、訴えかけるように、積もらないで、ね、積もらないでと、やけくそならないようにね、積もらないで、で、再び、しっかり目で、願っても、願っても、ああ、ああ、ね、この感嘆詞のああはね、一本上司ならね、ああじゃなくて、ああ、ああ、ね、気持ちを込めてくださいね。ああ、祈って、ああからね、祈ってのい、これは言い直しますね。ああ、い、ああ、い、じゃなくて、ああ、いの、ああ、いの、祈ってのいはね、言い直します。ああ、祈っても、ここもね、伸ばしの後半で揺らしておくといいかなと思います。ちょっとここ難しいんでもう一回歌ってみますね。降りやんで積もらないで願ってもああ祈っても。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。降りやんでから3、はーい。降りやんで積もらないで願ってもああ祈っても。いけましたか？ここも大事そうですよね。もう一回いきましょうか、一緒にね。降りやんでからね、3、はい。降りやんで積もらないで願ってもああ祈っても。はい、いけましたか？じゃあその次いきますね。流行る気持ちをいさめるような。流行る気持ちをいさめるような。はい、これのね、一つ手前の今さっき歌った降りやんで積もらないで願ってもああ祈ってもってね、切々とお願いするところね、ここは大事なところですけれども、その後の流行る気持ちをいさめるような、落ち着く、落ち着けようみたいな感じですよね。ですから、少しね、抑える感じで流行る、音はね、高いですけど、はやるとね、力いっぱい歌うんじゃなくて、はやる。少し抑え気味に入ります。で、歌い出しのははね、ふわっとです。は、は、はじゃなくて、はやる気持ちをいさめる。いさめるのいもね、言い直しましょう。いさめるような、たたたたたんたんたん。落ち着いてね、リズム取りましょう。いさめるような、語尾はね、余韻をぼかすような感じで、ようなじゃなくて、ようなな、ね、ちょっとこうぼかして消してくるような感じですね。では行きましょう。流行るから3、はい。流行る気持ちをいさめるような。はい、行けましたか？その次いきます。三河安城を米原の雪と。米原の雪。ここでね、タイトルがね、出てきますね。三河安城といえばね、東海道新幹線とか、東海道本線の駅があるとこですよね。三河安城を米原の雪。はい、ここ行きますね。最初のみ、柔らかく入ります。みかわあ、安城のあね、言い直しましょうね。
ミカワがね、母音がアーでつながってしまうので、ワーンジョーじゃなくてワーアーンね、言い直しましょうね。で、アンジョーのところで盛り上げていきます。アンジョーで、ここでね、瞬間息継ぎです。アンジョーで息継ぎして、しっかり仮目で、マイバラのの、のの次の横棒でね、軽く抜く感じで、の。で、少し一瞬ね、隙間が空いて、雪。柔らかくしっとり入ります。雪。揺らしもね、ちょっとゆったりめな感じの揺らしで終わりましょうね。ここもう一回歌ってみます。ミカワアンジョーマイバラの雪。はい。アンジョーとね、マイバラの後、間のね、この息継ぎが一瞬なんでね、ここがちょっと難しいところですね。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。ミカワアンジョーマイバラの雪。はい、真ん中の息継ぎできましたか。アンジョーマイアンジョーマイバね、もう一瞬ですからね。ちょっともう一回言ってみましょうか、三河から。三、はい。三河は安城、舞原の雪。はい。どうでしょうかね、いけそうですか。はい、それでは頭からね、ワンコーラス一緒に歌ってみましょう。3、はい。あなたに会いたい、それだけなのに、まあ窓に降りつく白い影、託すしかない、レールの上で暗い予感はどうして当たる、降り止んで積もらないで、願っても愛の手も、流行る気持ちをいさめるような、アンジョーマイバラの雪。はい、通して歌ってみるとね、こんな感じですね。テンポちょっとね、早いめですからね、しっかりと慣れないとね、歌えないかなと思います。何回もね、練習してみてくださいね。さて、いかがでしたでしょうか、舞原の雪。女性らしい色っぽさ、艶っぽさみたいなものをね、出せたらなというね、歌ですけれども、男性の私がね、雰囲気出すにはちょっとなかなか難しいんですけれども、女性の方はね、色っぽく艶っぽくみたいなものをね、一つテーマとしてね、練習してみたらいいんじゃないかなと思います。そのあたりね、ご本家の浅田敦子さんなんかもね、こう綺麗な声でね、歌われてますんでね、またチェックしてみてくださいね。拙いレッスンではございましたが、気に入っていただけたという方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。
それではごきげんよう。